今回のルートは神奈川県の横浜駅から大倉山まで歩きます。東横線巡りになります。ただちょっとね、道を間違えてしまったりしたんですが、で Google ではですね、まあ、1時間半ぐらいの7キロぐらいと書いてあったんですが、どんなルートを私歩いたんですかね。だいぶ時間もかかりましたし、12キロぐらい歩いたんですけど、どんなことが起きてしまったんでしょう。まあそんな感じで楽しみに。こちら横浜駅です。今日はですね、東横線を歩いていこうと思います。はい、横浜駅です。こちらにね、歩いていきます。今一駅目に着きましたね。あ、15分とかで多分着いてます。宮前商店街っていうのがあって、隣に神奈川駅があります。京急、京浜急行の電車になります。あっち電車下通ってます。はい、ここなんですけどね、今はね全く通ってない。あ、この、ね、いいですね、臨海セミナー雲とか。こっちは JR ですけど、ここ東神奈川駅から近い、横浜銀行アイスアリーナでね、はい、スケートができます。で、こんな感じですね。で、私たちは東神奈川駅ではなく東博多区の方にね向かいます。この東横線になってる感じです。ここら辺かわいい。東横線をね、歩くと言っていたんですが、なんと、横浜の次の駅のね、丹波町を抜かしてしまうということをしてしまいました。すみません。多分特に何もないと信じております。はい、ということで今日も、スーちゃん T です。今日は、緑色の方をね、また着ております。そして今日はとっても暑いね。多分焦げますね。まあまあ雨よりは歩きやすいのでいいです。でですね、この道はね、お花とかあったり、平坦なのでね、歩きやすくていいですよ。まあね、ベンチとかはないので特に休憩ができるというわけではないですけど、まあね、気分転換にたまにこうやって日陰があります。はい、ですね、東博楽つく前にね、この高道山っていうのをね、見つけたので、ね、ちょっと中から上に登ってみようと思います。まあ、なぜね入ってみようかなと思ったかっていうと、はい、あちらにね見えるがちょっと気になったので行ってみます。ここは、はい、10キロで走ってください。車ね。はい、坂ね、登ってる途中にこちらがありました。はい、でこんな感じでね、いろいろと説明書きがされております。まあ、英語しっかり打ち、日本語ね、日本語も書かれております。まあ、ちょっとね、この坂道車が通るので、ちょっと今はね、ゆっくり読まずに進んでいきます。皆さん読んでくださいっていうね、いつも通り自分が楽する、よくないよくない。絵もね可愛らしい、可愛いっていうのかな、はい、こちらの四つの絵があって、はい、上に登っていきます。はい、まずこちら鐘でございますと、セミの声で、時報以外は、歌ぬことと書かれております。ここに、はい、でこちらですね、平和の鐘です。はい、どんな時にもですね、あ、英語でも書かれております。この辺がなんかぱっと見興味があるかなと思って見たんですけど、どうでしょう。じゃあね、はい、こっち側に行きます。こちらがね、はい、ぶっしゃり殿でございます。はい、おきい。今日はなのかいつもなのかは知りませんけど、そんなにね、お客さんはいらっしゃらないです。ね、高い場所にあるからか、風がね、ビュンビュンね、まあ、今日の、ね、気候なんでしょうけど、あってね、はい、気持ちいいです。ちゃっちゃらーん、こっちを
機内メインはこちらです。これがね、下からでも見えるんですよね。多分興味持つと思います、こちらのねカラフルな色が。でね、ここにねカラスもいるんですよ。私ねカラスはかっこいいと思うんですよ、頭もいいし。けど一度ねカラフルな糞をされてからですね、ちょっと怖くなっておりますので、カラスを見たら逃げる癖がありますね。かちょっとこそ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 やっぱ結局逃げてますわ。はい、さっきだから私はねここら辺から、こっちか辺からここを見て、ちょっとね上上がってみたいなと思って来てみました。で、まあ今日やってんだ、これぞこれ12歳。まあお守りとかもねいろいろと売ってます。で、これがここのキャラクターでもないかね、こういう感じで、まあ、中はね扇風機とかもついて涼しそうです。で、こんな感じですね、こんな感じ。買わない、ちょっとさこういうのだけですね、ここら辺にいるとか。はい、こんな感じですね。ということで、はい、東博楽の方に向かっていきたいと思います。ここら辺に広がっての、ここは博楽駅です。だいぶ人もいないし、博楽駅とかも書いてない。あ、ここは東博楽でした、間違えた。で、今から今度は博楽駅に向かいます。あれだいぶ地味だね、別に入り口はあんのかな。あともう少しで博楽駅なんですけど、その前にねこの六角橋商店街があります。この店が混んでるな、左手の。ここはこっち、はい、ここはうなぎ屋さんでした、混んでる。あとはここ一。こちらは六角橋商店街ふれあい広場になります。大通りのね左側にあります。まあ、こんな感じでねいろんなお店が並んでます。屋根付きなので雨の日も心配ないです。そしてまあ夏であればこっちの方がね涼しいからいいですね。まあここはね、まあパジャマとかねスリッパとか売っております、石川屋。あとはですね、こんなところにトイレがあるのです。道放送大人一人分のね広さ、狭さです。で、まあ進んでいけば、まあトイレがあるんですけど、まあ男性のトイレは丸見えです。あとそっちからね、外出られます。そして10時から8時までとなっております。逃さないでね。はい、本屋さん、古本屋とか、動画専門店。はい、ここにお花屋さんがあって、もう真ん前に電車が通っております。で、ここが博楽駅です。で、次は妙蓮寺駅に向かいます。さっきの道に戻る。ここで交番があります。ね、妙蓮寺まで、ここかわいい、妙蓮寺までは特に何もなさそうです。はい、ここでチョコレート屋さんとね言ってるんですけど、アイスが多分今の時期だけなのかな。でも本日はチョコレートレモンだね。面白い。じゃあ全部に、あ、全部チョコレートが入ってる。レモンチョコレートが350円。こんな感じで。で、こっちが美容室です。アイス買ってみました。中がマンゴーで、レモンチョコ。おいしいです。おいしい。うん、チョコレートは向こうで自分でぐるぐるつけて店員さんが固まらせてくれますという面白い経験もできます。どの味食べても多分おいしいですね。これは妙蓮寺到着でして、こっちに妙蓮寺がある。ケンタッキーあるし、千代田寿司あるし、唐揚げ屋さんもありました。で、ユニクロの
あ、だからあれですね、どっちのホームを使うかによって踏切の時にカメラ配信になる。夏で妙オレンジでございます。はい、こっちが日本ですね。暑いで、踏切のいい音が聞こえると。こんな感じです。こちらは菊名池公園です。ということでですね、池があります。ですね、そしてちょっと私のね、諸事情により、ルートを変えました。元住吉まで行く予定を大倉山までに変更となったので、あと30分ぐらい歩いたらね、到着の予定です。はい、池の生き物たちとしてはこんな感じで、まあ鳥たちと、どんぐりとか魚と、トンボとかですね。で、お手洗いの池ね。ということで、これが公園のメインかな。ということで、結構広いな。一周どのぐらいかな、1キロはあるかな。まあ、見た目すぐ見たい方はこちらに来てみてはいかがでしょうか。お花屋さんがあって、大阪の王将があって、はい、ここ菊名駅、何駅だ、4駅目ぐらいですね。であと影ってあります。ここから次がラストかな、大倉山駅かな。で、郵便局と警察署もあるので、何か事件にあったらすぐこちらに相談しに行きましょう。で、そこへ行きます。こちらがね、東横線です。これ、元町中華街です。はい、菊名駅、こんな感じですね、デザインとしては。水もね、500ml 終わったので、ちょっと新しいものをね、何買おうかなと思って、見つけたのがこちらです。ソルトライチガブ飲みの、これすごく美味しいです。で、まあソルティーだから塩も入ってるから、こうやってね歩いてる時にはいいと思うので、ぜひ飲んでみてください。はい、こちらにね、こういうのがあって、まあ大倉山記念館が右に3メートルでケンタッキーあります。松屋とか横浜信用金庫、薬局、はい、大倉山に到着です。暑い、やっと到着しました。駅からね、坂を登ってきたところに、はい、こちら大倉山公園があります。あとはさっき言ったあの大倉山記念館が、いいお家、300メートル先にあるって言ったね、やつがここにあります。あ、でもね、あのずっと平坦だったのにね、ここで突然ね、坂が現れましたよ。これが記念館。そう、梅や桜の時期はね、綺麗で結構有名らしいんですよね、この公園は。なのでこの時期であればそんなに混んでないと思います。まあセミからしたらなんか混んでそうですね。どの木にもセミがたくさんくっついてそうです。満席、ちょっとよくわからないかな。あ、でも日陰で嬉しいな。この辺りはね、カラスに注意と、ひな鳥がいるから親ガラス警戒しているそうです。ありがたい警告だこと。で、あちらが記念館です。神奈川県だっけな、横浜市の有形文化財らしいです。これ記念館内です。たらー、はい、ね、ここ図書館なんですけど、今日はね、休館日でした。なんかね、バイオリン、そうね、そういう音も聞こえます。ここら辺にはね、あのスタンプもあります。この辺にしかも紙までついてるんでね、大丈夫です。特に後はないだから、今はあの白山高校がなんかこの
ラリーのところでね絵をやっていたので、多分私はこの動画を上げるときにはもう終わっちゃってるんですけど、その時も多分何かをやってると思います。3階までやります。やってます。ということですね、今階段降りてるので、ちょっとこのなんで危険なところでね取り出すのかっていう、はい、でですね、こちらでね、横浜から大倉山前、まあ、東横線と最初の駅ちょっと見逃しちゃいましたけど、でもね、終わりになります。またね、東横線続きやっていきます。はい、階段降りました。まあ結果的には12キロぐらいの、まあ、1万歩ちょっとですね。なのでそんなにきつくないです。あとこの大倉山の記念館とか公園ね行かない限りは、ほとんどというか全部平坦の道だったので、まあ他の道とかと比べると楽かなと思うので、ぜひ挑戦してみてください。まあ食べるお店とかもね、まあ、今日もワンちゃん連れてたんですけど、連れてたりしなければ入れるお店もあるんじゃないかなと思います。ただね、暑い日だと暑さであまり食欲も湧かないですね。あ、これ熱中症か。あ、私熱中症経験あるんだ。まあ言うて食べ物あったら多分食べるんですけど、まあアイスが合うね一日でした。ということでこちらで終わりになります。ではまた、チャンネル登録と評価よろしくお願いします。ではまた。